今日はすみさんにお父様のね盗撮写真をいっぱい、はい、持ってきてくださったということなので、はい、まあ、父ね洋服がすごく好きっていうので、はい、イタリア親父に憧れた50代日本人の末路って私は呼んでるんですけど、はい、こんな感じで、はい、誰が決めてるな。そう、ちゃんとね洋服もねくるんで持って。そうですよね。誰も座りたくないじゃないですかこんなの。いやでもダンディーですね。いやいやでもちゃんとね隣に人が来ていいように自分の上着もこうくるくるっとして置いて。本当に邪魔になってないですから、ね。邪魔になってない。ちゃんと自分の収まってるんですけど、ね、やっぱアジア大学なんでやっぱきっちりこうね、そう誰もね乗ってこないですよねそれをちょっと離れたところから離れたところちょっとこうねこう統率って取って、はい、まあ私も他人ですよみたいな、はい、誰この人みたいな感じで、はい、私が思ったよりも父は、はい、チワワを、はい、もうベッタベタで、はい、1歳の誕生日だったんですね、はい、チワワが。でちょっとまあ私も親バカなので写真館を予約してみんなに写真を撮ろうっていうことで、まあまあ、愛犬ダーナって名前なんですけど、はい、にタキシードをね着させて行ったんですよ。そしたら父親もいやバカ言うんじゃないよと、こんな写真撮影ねそんな犬のために、はい、そんな六本木ミッドタウンの写真館予約して、はい、バカじゃないのってもうそんなわざわざって言って、まあ、集合場所に行ったら、はい、まさかの、はい、ダーナと一緒にタキシードを着てきたっていう韓国ドラマ犯人は誰かな、はい、のビジュアルみたいな、ネットリックスみたいなオリジナルみたいなそうニッコニコです、ね、ニッコニコでね、まあ、でも全力でねこう全力でこうイベントに挑んでくれるので、いや確かに、まあ、楽しいですね。そうそうそう、楽しいですよ、楽しいですね。いや父は本当にマイルーティーンをすごく持っていて、私より遅く起きたことはまず一回もないですね。食事会で遅くなろうとも、はい、まあ、お酒を飲んでも必ず朝5時半6時に起きて、でウォーキングをして、で父はジムに行かないので家でやれることがあるんだみたいな筋トレそんなのお金出してやるもんじゃないんだみたいなのがあって、お金かけずで家でこうずっと筋トレをしていて、で私はもう続けるということが本当に苦手なので、それをまあ言ったら、まあ歯磨きしないのって言われて、しますみたいな、そしたら、まあ、それだよ歯磨き歯磨きって言われて、率先って思って、率先、はい、なるほどね、はい、なるほどねと思って、分かるってね、はい、もう分かる分かるそう、そっからもう6時から8時ぐらいまで筋トレして自分のねこう鍛える時間を作って、はい、でその後にお昼は本当に1日の中で好きな食べたいものを食べるんですよ。もう本当に1日1食ほぼ1食なので、食べたいものを1食なんだ、ほぼほぼ1食ですね。そして夜夕方帰ってきて5時から必殺仕事人を見て、はい、マストなんですこれは、セットで見て、それで、まあ、晩酌をしてっていうのが、まあ、仕事がない時のルーティンっていうか、かっちり決まってますね、かっちり決まってますね。こだわりが強いタイプですか。こだわり結構強いかもしれないですね。ワンパターンの男って家では呼ばれてるんですけど、もう自由が丘にある東京のイカスミパスタが大好きなんですけど、はい、毎週行ってもう10年目とかになるんじゃないですかね必ず今でも必ず同じ席を確保して、もう食べ終わったら来週またお願いします。もう来週予約しちゃうの。そう、もう本当一途ですね、何に対しても。巨人の菅野選手のお父様が、はい、その父のすごいお世話になってる友人のこのつながりでといいますか、で仲良くさせていただいて、すごい菅野ファミリー、佐藤ファミリーで、はい、あんこう鍋を食べる機会がありまして、すごい、はい、もう一言も会話せず、はい、なんかもう父がもう意図的に席を離させて、あ、そうだね、まあね、年齢的にはあれなんでね、じゃあ菅野君こっち、霞もね、こっちだから、ちょよくは分からない、記者がね来たら大変だから、コーナー行ってそういう機会があったりとか、すごい、でも、はい、すごい、もう20歳の誕生日の時に菅野さん の, このご両親に、はい、ネックレスをいただいて、今でもすごく大切に取っておいて、本当に優しい、本当にいい人がいいご両親で、他に仲いい
選手とかは。そう、全然ね、それこそ粟野さんは、あ、なんかまあ電話したりだとか、はい、よく、まあ、キャラが全く違うんでね、いいバランスだと思うんですよ。クールな粟野さんと、まあ、こんな感じのおしゃべりさん、はい、おしゃべりな父で、素敵なコンビネーション。それこそ名古屋のなんだっけ、焼肉アジェっていうお店が、はい、父の大学の同級生の木下さんっていう方がやられてるんですけど、うん、そこにそれこそ粟野さんだったりとか、はい、父だったりとか、それこそ与田さんだったりとか、うん、でこう食べる機会があって、いつかどうですかというふうに父親が言っておりました。あ、行きます、行きます、はい、行きます、ちょっと名古屋にぜひぜひぜひ。本当ですか？焼肉アジェ一緒に行きます、行きます、行きましょう、行きましょう行きましょう。何の予定があっても開けます。ぜひぜひ、はい、お願いします。私、野球選手以外のこの芸能人っていうんですか、うんうんうん、そうと方とは、その当時私、うん、命のゴルゴ、あ、はい、松本さん好きで、はい、それで楽屋に一緒についてって、写真、命の写真撮ったりとかは、特権としてありましたね。特権ですね。そのね、今でも本当にご活躍されてますけど、自分が小学生中学生の時なんてもう特にヒーローだったわけなので、もう写真現像しても、はぁーって見せます、はぁー命やったんだよねって言って、もう見せ回ってっていう思い出は、特権はありますね。木人ってご存知じゃないですよね。木人、うん、それこそ円春拳って言って、はい、こうカンフーのこういう型というか、それをやるために使う木のこういうポールがあるんですよね。で、家の玄関に置き、もう家でポン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 やってたりとかこれはカン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 やってるんですけれど、はい、いつもテレビを見ながら。でもやっぱり若干ちょっと周りがね、近所迷惑になるので、はい、そこもやはり父は一応 TPO をわきまえて、ちょっと静かめにやってたりとか、ちょっとこういうの機敏な機敏な機敏な動きをしていたりとか、そう、ちょっと痛いのかなみたいな最後痛かったかなみたいなだったりとか、カメラ目線しっかりありましたね、はい、アピールがすごい。そうなんです。洋服がすごく好きで、おしゃれさん、いや、昔からすごい貧しい家庭で生まれ育ったので、服とかなかったんですよね、買えなくて。それこそ名残が今こう着ていて、同じ服でも2着買っちゃうとか、同じ靴でも 2足買っちゃうとか。でも家も本当に服で溢れていて、もう中毒ですね、本当にこんな感じなんですよ。すごい、もうお洋服屋さん結構本当にさ、ね、結構もうずっとあって、次のお仕事とか CM とか決まってないのに、はい、その仕事の依頼が来るだけで、服買っちゃうみたいな、これに合わせて、これに合わせてとか、あともうこの仕事もう決まったものだと思ってるので、そのギャラがもらえると思ってるんで買っちゃうんですよ。あ、なるほど、ね、まだ決まってないからねっていう、はい、なるほど、ね、はい、って言って、イタリアのマフィア映画が大好きで、金のね、おごっつい指輪を全部メイケンサックみたいに全部これね、あ、本当だ、こんなんどこで売ってるんだっていう、はい、このドクロ、そう、ドクロ、ドクロどこで売ってるんだっていう感じで。でもここにつけてる指輪にこう名前を入れられるんですけど、ある日こう見たら、シューチンって言って、私の母、中国は上海出身なんですけど、はい、母の旧姓が書かれたんですよ。母にも一筋みたいな、一途みたいな。大好き、もう大好きですね、母のこと。本当にそれでずっと。で、前の愛犬の名前もウェンディーって言うんですけど、はい、黒ラブの、はい、ウェンディーもあって、シューチンもあって、私だけないんです。なんでまだそこのちょランクに達してないのかなっていう父自身こう、まあ、おちゃらけてるようで、結構こう哲学があるんですよね。その例えば自分のなんかルーティンだったりとか、はい、結構そういうものを学ばせてもらっていたなっていうのもありまして、うんうんうん、人にね、伝えられる場面を作りたいなっていうのは私は思ってます。まあ、野球しかり、哲学しかり、なんだかもったいないなっていうのがあって、まあ、野球の世界も引退とは言わずに、そういうのを教えられる、うん、場所をちょっと今後作っていきたいかなっていうふうに私は思ってます。素敵、はい、ちょっと今までふざけてきたので、最後にいや、ちょっといい感じでまとめようとしてるんですけど、でも本当にこれからもそういったところの活躍は私も期待してますし、はい、ありがとうございます。またね、お話しする機会があればいいな。いや、嬉しいです。本当に話してて面白かったので、いや、ありがたいです。本当に違うことでもなんかお話
聞けたらいいなと思って、ね、いや嬉しいです。もう私でよければよろしくお願いします。私が犬飼うってなったら一緒にちょっとドッグラン、もう阿波の佐藤でもうサポートするんで大丈夫です。いいですか、はい、もちろんです。そこを連れてってほしいなと思って。はい、もちろんです。じゃあ娘会第6弾かすみさんに来ていただきましたけど本当にありがとうございました。ありがとうございました。いいねチャンネル登録よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。いいね、チャンネル登録、ぜひお願いします。